今日はたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。日本全国青森から、鹿児島までね、たくさんの方にご参加をいただきまして今日は本当に嬉しく思っております。今日はたくさんの方にお集まりいただきましたので、皆さんのお仕事の人生にバチッとね、刺激を与えるような一日にしていきたいと思います。どうか最後まで皆さん楽しんでいっていただきたいと思います。では皆さんその場でご起立ください。どうぞー。はーい。じゃあ15秒でできるだけ多くの人とこんな感じで握手してください。こんにちは。こんにちは。こんにちは。行くよ。ドーン。お願いします。お願いします。ね、先々週ぐらいまでうちの新潟の方でもね、あの桜が綺麗に咲いてましたけども、桜やっぱねこう上にあるからいいんだよね。上にあってさ、こううわー綺麗だなーってこうなるわけじゃん。目線上だよ、上。わあ綺麗だーってなるじゃん。あれ芝桜も綺麗だけども、芝桜例えば4000本とか桜バーッと割ってたとしてさ、うわー今年もよく咲いたなーって手を広げて天井見上げて、でそのままね、あのこう言ってください。あー落ち込んだ、せーの。あー落ち込んだ。落ち込んでないよ声にエネルギーがあるもん。ということはさ、会えるよね。でもその時俺さ、不思議だけど今年なんか不思議な経験いくつかあるんだけど、すごいね、その時俺幸せだったの、みんなの顔見て。あまたこいつら苦虫潰してるような顔しやがって、30分頃には笑わせてやるからなみたいな感じですげえなんかハッピーだったの俺。で多分顔もにこやかになったと思うんだ。そしたらやっぱ案の定、それからだんだん場がほぐれてきてね、懇親会とか行ったら酒井さんとか行って、またみんなであの集合写真撮るわけだけども、あのいつになったっていいんだよ、楽しく。でその時にやっぱスイッチ後でもやるけれども、自分でスイッチ入れればいいんだけど、あの何かがこういうことがあったら私は幸せになれるとかね、まあ彼女ができたらこういうふうに幸せになれるとか、金があったら幸せ、金あったって彼女できたって、あの腕組んで苦みつら潰してる人っていっぱいいるんだから。で俺あのあ楽しい人生だったと思って死にたいと思ってるんですけどね、やっぱり楽しい人生ってさ、こう一瞬一瞬の積み重ねでね、まあ、あっという間にもう52歳だ、先々週でね、もうびっくりだよね、あっという間だ。あ、ありがとうございます。ありがとう。このまんま行ったらやっぱりあっという間にもう100超えるわけですよ。新潟に引っ越した時に縁側でね、あの片付けしてたら地元のおばあちゃんが歩いてきて、全然知らない人よ。で縁側にいきなり座って、あの俺の横に座って話し始めたの。すっごいにこやかなおばあちゃんで、そのおばあちゃんと2時間ぐらい話してたんだけど、でそのおばあちゃんとはそれからですね、まあ、ご近所さんだったんでよく会うことになったんですけれども、ゴミ捨て行ったりだとか行くと朝ね、あのおばあちゃんも自分でゴミ捨てに行ってるわけなんですよ。でおばあちゃん、あの、まあ、体もそんなね、もう年なんでかなり、その時で80ぐらいだったかな、あんまりまあね、そんな元気なわけじゃないんですけれども、息子夫婦と一緒に住んでて、息子夫婦の旦那さんが脳出血で倒れて、あの娘さんが一人でやっぱこうおばあちゃんの面倒見たり旦那の面倒見たりしてるわけでね、当然うちの中も大変だと思うんだ、大変だと思うんだけど、そのおばあちゃんはねいつも明るいんだ。で周りでね、アハハのおばあちゃんって呼ばれてたの。いつも笑ってるの、アハハアハ、なんか言って自分で笑うんだ。でほぼ毎回俺を捕まえて同じ話をするんだ。20代の時結婚して旦那さんとね2回ぐらい戦死で死に別れてる。で子供が何人かいたんだけどみんな死んでるの、今身寄りいない。普通だったらね、それで自分のね可愛い娘の旦那が、ね、田舎に来てくれてさ、これからあの定年退職して仲良く家族でやっていこうと思ったら脳出血で倒れてさ動けないんだよ。寝てるわけでうちの中で一日中のおしっこもんちも多分取れないと思うんだけれども、あんなに おばあちゃん朝いつも畑に行ってにこやかに馬車をして、帰りに野菜取ってきて俺にくれたりするわけだ。で俺と話してて毎回同じ話なんだけども、大体俺も筋は分かってるんだけど、おばあちゃん偉いなと思うのが、微妙にね 15% ぐらい違う話になってる。これボケてるのかどうか分かんないんだけど、このおばあちゃん面白いなと思って、俺も最後まで毎回捕まってたり30分ぐらい話聞くわけだ。で聞いた最後に必ずおばあちゃんは俺の方を拝む。ありがとうね、あんたみたいな若い人が私の話を聞いてくれるから私はすっごい幸せなんで、ありがとうねっていつも拝むんだよ、涙目で。ねえ嬉しいよね。でおばあちゃんは結局しばらく会わないなと思ったら、やっぱりこう床に伏して結局病院にももう行かないと、ね、家族にも迷惑かけたくないんで、このままここにうちにいるということで、結局、まあ、老衰のような感じですと、
死んでったということなんですけれども、後で娘さんにお話を聞きましたけれども、最後の最後まで周りの人にありがとうねと、ありがとうねと言いながら昨日亡くなりましたという話を聞いたの。おばあちゃんすごいと思ったの。おばあちゃんだって嫌なことはあるさ、あるよ、あるけどにこやかで、あれによって俺も幸せになるわけだ。皆さんのエネルギーだとかパワーだとか石田ちゃんが出す情熱によってだ、周りの人だってものすごい影響を受けるでね。中島さんと去年一昨年ね、長渕のライブに行ったやつね、ライブ行ったの。それまで中島さんと僕会ったことなかったんだ。でフェイスブックでメッセージが来てね、酒井さん、あの武道館のチケット当たりましたけど行きませんか、会ったことないんだ、行きますね。でどんな人が来るんだろうと思ってね、僕の講演会に何回も来てくださる方がいらっしゃるんですけれども、やっぱり来てくれてよく言われるのが、あの多分話の内容としては、ね、僕みたいな話をする人がいっぱいいるんですよ、世の中反則系の人なんかね。ただ酒井さんのが来ると何だか分かんないけど、みんな元気になるとね、あの話の内容はよく分かんないけど、またもう一回つけてくんないかと、分かりましたということで行くわけですよ。それがさっき言った、僕はもともとそれまで40ぐらいまでは割とテンションの低い人間だと思ってたんですよ。ただし講演やればやるほど酒井さんっていうのは周りの人に元気を与えると、すごい元気になると言われたんです。ああもしかしたらこれが俺の強みなのかなと思って、周りの人に教えていただいたんですね。講師になった方がいいって言われたのを周りの人に教えていただきました。であなたにはこういう強みがあるというのを周りの人に教えていただきました。今日ね、これだけの人数、まだ他にもこれから遅れてやってくる方もいるんですけれども、今日周りの人からね、いろいろフィードバックを受けると思います。ね、あのいいもんだけ全部取ってください。悪いの気にする必要ないですから。悪いとこあるよ。悪いところに、ね、あの、今年なんか今日楽しいことあった。今日、いきなり振ったね。今日朝起きてから今までなんか楽しいことありました。今です。あ、今楽しい。あれだから。ということは、自分、よっぽど心の強い人っていうのは、多分心でグッと持っていけるんだと思う。そうすると、1年以内に、YouTube 3000本アップしようとか言って無謀な計画を立ててアップしたりするわけですよオバマ大統領抜いたりするわけなんだけども、彼のようにメンタルが本当に強い人っていうのは体を超えて多分メンタルの方が勝つんだと。だから後藤ちゃんは体が死んでも多分死んでも気がつかないようなタイプだと思うんだけどもね、メンタルの強い人はメンタルで持ってくる。そうじゃない僕みたいに涙人間はどうするかっていうと、体で持ってくる。じゃあ酒井さんお願いします。水戸の皆さんこんにちはとか言って入ってくるわけだ。じゃあドーンと来て、それまたエネルギーでもらえるわけですよ。でそこから乗せていくということだよね、という形で最後になりましたけれども、最後の自己紹介する方手を挙げてください。 OK あと何人います？福ちゃん拍手お願いします。福ちゃん今素晴らしいですね。途中からこうまたグッと落ち返しましたよね。いいんです、いいです、こう落ちてたらまたグッと落ち返せばいいです。落ちたままこうやるとだんだん波に飲まれていくわけでね、やべえなと思った瞬間に一回切り替わってよしという形でまた持っていけばいいだけのことですね。でこれを普段からやっていると筋肉と同じだよね。あの筋トレね、あのやられてる方も多いと思いますけれども、筋肉僕20代から筋トレやってますけれども、筋繊維を太くするのっていうのはね、やり方があってね、こう回数だけやってもダメなんでね、まあ、負荷をかけていかないとダメなんでね、10キロの重さのバーベル持ち上げると筋が切れるわけだ、損傷するわけだ。それで今度再生されるときに10キロの重さに耐えられる筋が出来上がるわけだ。要はこれぐらいの細さだったものが一回損傷して10キロに耐えられる太さになるわけだ。で今度そのまま10キロやっても太くならないんだよね。今度12キロとか持ち上げることによってまた筋繊維が切れるわけだ、損傷するわけだ。そうすると今度出来上がってくるときに12キロに耐えられる太い筋繊維より太くなってくる。だからだん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 太くなっていくわけだよね。と同じように人間もなんかこう人前出て話したりするときにやっぱり筋繊維が最初は細いから途中でこうやっぱ疲れてくるわけだ。その時にまた負荷をかけていくんです。グッとね、とだん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 筋繊維が、話の筋繊維が太くなってくるわけでね、これも人生の中の生き方と同じで、ストレスがあって筋繊維を破壊した方が次に生まれるときには太い筋繊維になってくるわけだ。これはメンタルでも同じで、今言ったよっちゃんみたいにね、途中からグッグッと持ち上げることをやっていれば、言っちゃう中で筋繊維が太くなってるんだよね。でいろんなところを取り入れる自分になっていくということですね。ゆっちゃんありがとう。でね、そう、コミュニケーションのセミナー行った時に教えてもらったんですけれども、まあ、環境行動能力状態関係性というのがあって、
例えば相手と良好なコミュニケーションを取ろうと思った時に、関係性が相手と例えば悪かったら何を言ってもダメなわけですよ。今今ルミさんどうですか気分としては関係性というのは大事ですよね。ダッチさんどうですか気分としては。最高です。最高ですよね。これだよ今もう この3秒がバーンと変わったんだもん。このままいけばいいんですよ。で筋繊維を太くしていけばいいだけのことだ。これを2時間できるようになれば4時間できるようになります。4時間できるようになれば7時間はできます。最初俺もね公演の時に30分あったらへえ寝た人になってたんだものすげえ疲れんなと思ってた。最近酒井先生そろそろやめてくださいとか言われて筋繊維だよ筋繊維。心の筋繊維同じで。じゃあ能力の高め方みんなそれぞれも能力ある絶対ここにいるような人たちは能力ある。能力のない人がゴールデンウィークのねど真ん中にわざわざ東京まで来ないと。松原君なんか俺の地元なんだ。地元すぐ近くに住んでるのに地元でなかなか会わないんだけどな。なんで諦めた会うんだってことだよね。能力あるから来るんだよ。勉強しろ学ぼうとかさなんか刺激受けようと思って来るわけじゃん。絶対能力はある。あとこれだよ相手との関係性とかね。でお客さんだったら後でも話しますけど仲良くなった方がいいわけだよね。すぐ仲良くなれる能力っていうのは大切だよね。仲良くなれて状態が入って能力があればバチョンとできるわけだよということね。いろいろやったけど難しかったんだけども脳の構造を理解した上で、上がり症な自分を変えるのをやめました。脳の構造っていうのは特徴があって何かをこう繰り返して繰り返して太いシナプスを作っていくと今度は考えなくてもものができるようになりますわね。でそういうのは得意なんだけど一回出来上がったシナプスを変えるというのは難しいらしいんです。一回だから僕は何十年かかけて緊張するという性格を作ってきたわけだ。それを変えるのは難しいんです。ただし脳の構造っていうのは繰り返し繰り返しやっていけば出来上がるんです。ということはこっちを変えるんじゃなくって人前に出て堂々とする自分を作っていけばいいのことだ。新しい自分を作るんです。それを28日間試せばいいわけだ。パンテーンですよね。パントーン違うか28日間ぐらいで大体神経細胞ができると。最初3日ぐらいそれで堂々とした自分をやればいいんです。人前に出た時に状態を持ってってこんにちはで入っていく自分を作ればいいです。それ年間100回も出したら太くなりますよ。そりゃ酒井さんの緊張状態信じられない。自分でも信じられない。ほんと俺ね人前でスピーチとかよく頼まれてたんですけれどもトイレに行って本当に戻すような状態だったから。だからこれを直そうと努力したらちょっと無駄なことだったなと思いました。新しい自分を作る。だから昨日までの状態がねぐらな自分であろうが弱い自分であろうが全く関係ない。だから自分が理想とする状態はどういう状態なのかを明確にしてそういう自分になるようにシナプスを繰り返し使えばいいだけなんだ。だからコーチングでよく言われるのはありたい姿を問いなさいというふうに永田コーチから1万回ぐらい言われました。そんなに言ってないですね本当でもね後藤ちゃんどんな嫁さんと結婚したい？ベストな嫁さんはどういう状態だ？武田先生の奥さん。武田先生の70だぞ。そう言って自分のありたい姿をね明確にするというのは長野コーチから教えていただいたんですけれども、やっぱり理想の姿を明確にすることによってそこに対してこうワクワクして進んでいこうという自分があってそこの自分って毛を叩いていってよし俺はこうなるんだということで進んでいけばいいわけだよね。ということで皆さん何で昨日までは全く関係ない、さっきまでは全く関係ない、これからこういう人になろうと思ったらそうなればいいだけなの。さっきと同じうわーここでもう入れるだすぐなれるということ OK マッサージありがとうとか言ってるすごい光栄だよね言葉じゃないんだよやっぱり伝わるものがあればいいんですよ。ワンステージ30万取って帰っていけるわけですよね。ワンステージ30万ですよ。あの時俺すっごいね羨ましいと思ったの後ろから見ててありがとうって
そうなんで、仕事って多分生き方とかって多分俺も真面目だから、まあ、うん、話するけどさ、その最初の1ヶ月はうんちもおしっこも食事もこのまんまでいてくれって言われたんですよ。で僕ベッドの上に寝て このまんま1日いたんですよ。で、うんこしたくなるじゃないですかとナースコールを押すわけだ。でも6人部屋だからさ、みんながいるとこではやっぱり申し訳ないじゃないですか。で、特に知ってるかな、うんこっていうのはご飯食べた後に出やすいんだよ。特に俺は朝方なんですよ。あの朝みんな飯食ってる時にするわけいかないじゃん。だからみんながこう食べ終わるのを様子見ながら、でそのうちに2段にするとみんなも分かってくるわけだ。あ、この新しく入ってきたやつはどうやら動けないらしいと、しかも朝方らしいと。だからみんな示し合わせて飯を食い終わったらこう出てってくれるんです、さっと。あとみんないい人ばかりの6人組だったね。それはそれでプレッシャーなわけですよ。その瞬間に帰ってくるまでに俺はこう終わらさなきゃいけないわけだ。だからバーッと食ってみんなのタイミング見計らってね、さーっとタバコ吸ってこいとか、みんな出てった瞬間を見計らって俺はナースコールをガチッと押すわけですよ。はい、どうしましたかとか、うんこしたい人に看護師さんが来るわけだ。ねえ、その半年前まで俺がうんちの世話してたわけですよ。褒めるのは3級だからね。どうしましたかね、いや、うんこしたいんですとか言って、こういうおまるがあるんだよ、ちりとりみたいな。あれをここ敷いてくれるんですよ。で、パッと全部脱がしてもらってね、20代前半だよ。こうそれはね、情けないよ。で、こうやってね、どうぞとか言って出ていくわけだよ。みんな帰ってくるまでに終わらなきゃいけないわけだ。寝たままうんこするって結構難しいよ。でもね、やっぱ人間すごいよね。負荷だよ、負荷。シナプスだよ。じゃあね、寝たままできるんだよ。しかもすんなりと素早くできるようになる。で、終わったらこのまままたナスコール押すわけだ。終わりましたとか言って情けないよね。で、看護師さん入ってきてさ、はいとかって拭いてくれるわけですよ。すいませんねとか言うわけだ。俺もいいんですよとか言うわ。でもさ、帰り際やっぱこう顔歪むわけだよね。臭いよそりゃ。閉じられた密閉空間でさ、さっき食ったもん一日分全部出すわけだから、そりゃ臭いよ。そんなのが朝昼晩朝昼晩朝昼晩続くわけですよ。もうね、ほんとね、声は出せなかったけどね、俺あの夜カーテン閉めてね、ガーあーとかよ、あーほんとに、俺どうすんだ俺はと、うんこもできないんで一人でと、ねえ、死のうと思ったんだ窓際だから。死ねないんだよ、痛いんだもん。いけねえんだ、痛くて。痛いの、すっごい牽引されてて死ねない。で、日本海側の人はよくお分かりだと思いますけれども、それからじゃあもう一回起業しようと思って退院した後に初めて事業計画書を書きました。300ページぐらいのやつ、どこの誰に何をいくらでどういうキャッチコピーで売って、最初に何を伝えてどういうアプローチの仕方をして、2日後にはどういうメールを送って、1週間後にはどういうメールを送って、1ヶ月後にはどういうメールを送って、1年後にはどういうメールを送って、次に何を売っていくのか全部書きました。実はこの時商品は1個も作ってませんでした。この時に忘れかもしれない、正月こたつに入りながらですね、歩けなかった。テレビでね、あの秀吉の NHK のなんかスペシャルの総集編かなんかやってたんですね。これがボカンと当たった。3万円で売ってましたけども、1日最低でも10本は売れてました。そんな状態がね、ほんと1年2年続きました。2年ぐらい続いたかな。毎日かみさんと温泉行って遊んでましたね。で、そっからマーケティングって面白いなと思うようになって、メドマンがいたんですけども、彼から電話がかかってきて、
の、 あのホームページ見て、酒井さんもっとあの利益上げられますよと、僕に任せてくれませんかということで、彼からいろいろ企画提案してもらって、彼にいろいろアドバイスをしていただいたおかげで、僕もあのマグマグにね、いたんですけれども、マグマグで僕も広告出させてもらって、あれで本当一発でね、200万とか300万、ドンドンドンとね、儲かるような時期があったんだよね、はい、ネットね。広告費も相当いただきました、ね。お世話になりました、ありがとうございました。鈴木さん、どうしたのかな。12時5分まで休憩します。はい、お疲れ様でした。